鶏胸のカツレツプチトマト、あーやばい、ここのナンバーワン人気のしぐれが、うまこれ。どうもなとかです、今回高円寺に来ました。今回紹介するお店がこちら、イタリアンのせんべろをやってるらしいよね。でまあわりかしこれちょっとあのフォロワーさんとかに教えてもらったんで、今日はここに行こうと思います。はい、少々お待ちください。ちょっとね、結構静かなところなのであんまり声は張れないんやけども、でこれせんべろセット、これがそうなんやけど、1000円出したら平日17時から19時限定なんやけど、おつまみ2品とドリンク2品が付いて1000円なので、でお酒はここから選べるんやけど、星マークに関しては例えばその2杯終わった後も別途追加注文して350円で楽しめる。であと A から1品 B から1品頼むっていう感じになってます。でもしこのせんべろセットを注文したら、この C っていうのがあって、これ別途1000円かかるんやけども、このお店前、まあ、やっぱイタリアンからパスとか洋のプレートがないけど、これが特別な価格で注文できるって感じです。まあ、ちょっといろいろ注文していきます。そう、せんべろセットあるんやけども、まあその一人で来る人もいると思うんやけどさ、一人で来る人はすごい朗報で、この通常やと17時から19時限定なんやけど、ここカウンターで一人やったらあのせんべろ平日終日利用できるっていう感じになってます。すごい、もし一人飲みしたい人にとっては超いいんじゃないかと。で他にもこうやってメニューいろいろあるんやけども、まあ、これランチで、まあ、普通にランチやってますよと。まあ、とりあえずもうお腹減ったんで、今回はせんべろセットですけども待ちたいと思います。まあちょっとイタリアンですけども、ちょっとせんべろの中に生ビール入ってたんで、まずは生ビールにしました。綺麗なね、とりあえずお疲れ様です。いただきます。べーたまらん。とりあえずさ3品来たんやけど、すごいよこれ。これすごくない？結構めっちゃ量あるんやけど、ちなみにこれがモルタデッラ、ボローニャ地方のハムらしい。でこれがクロカンテレという、まあ、なんかスナック菓子みたいな感じのやつで、これがここのナンバーワン人気の白レバーのムース。なんかせんべろって結構いろいろあるけど、自分が想像してた以上のこのボリュームですごい驚いてる。このムースとかもさ、すごい量があって、このパンもすごいボリュームやし、これ通常この量なんやってさ。これで1000円は安いわ。ちょっと食べていこう。ちょっと俺あの白レバーめっちゃ好きやから、白レバーこれいくわ。いや結構なボリュームないけどね、これ。これな、やります。これは絶対次ワインですね。めちゃくちゃ美味しい、超濃厚。これが1000円の中に含まれてると考えたらやばいんやけど、すごい濃厚やし、口の中にレバーの風味残るわ。これは美味しいわ。じゃあもう一回いこう。うまい。多分2杯じゃ足りひんと思う。もう分かった、ここはとてもいい有料せんべろです。いやめちゃくちゃ美味しいわ。パンもすごいサクサクやし、ちょうどいいわ。よし、ちょっと次あのこのモルタデッラいきます。マジ喋り慣れてない。でかいな1枚が。よいしょ。あー取れちゃった。これピスタチオなんよ。こんな感じ、1枚1枚がね大きい。いただきます。ハムもうまいけど、かかってるオリーブオイルもめちゃくちゃ美味しい。あ、これはお酒進む。やっぱね、いい当てを出してくれるお店はやっぱいいですね。正直お酒はさ、そんな生ビールってもそこまでめっちゃこう差異があるものでもないけど、やっぱこのね、おつまみでこう生きる生きないが変わってくるからさ、ここは他にもいろいろあるけど、多分全部美味しいと思う。めっちゃおすすめ。ちょっともうおかわりするわ。いやうまいわ。うまいな。いやうまいわ。うましくないけどうまいわ。はい、おかわりしたの来ました。こちら、モンテプルチアーノ。まあ多分俺が言ってんのマジで多分似合わんと思うんやけど、まあ、こっからちょっとワインとかも知識つけていくからさ。まあ俺は赤の、あの丸みがあって親しみやすい味わいらしいんで、いただきます。なんだこれ、なんか驚くぐらい癖がないんやけど、なんかあんま語彙力ないんであれなんですけど、ワインなんやけど多分ジュースのように飲めてしまうような飲みやすさ、まあそれが多分丸みなんやと思う。あとまあ多分親しみやすさもそれなのかもしれんけど、あのめちゃくちゃグビグビいっちゃう系のやつ。はい、で今回おつまみ2品2品やから合計4品なんやけど、最後注文したのも来たんで紹介します。こちら、これすごくない？鶏胸のカツレツプチトマトのソース、すごくないこの量。てかあとさ、このやっぱ色よ、この映えな。いただきますかな。いやこのカツレツ絶対うまい。てかさ、なんか1個がさ4個、まあ4個入ってないけどボリュームがすごいんだけど。 OK、 いただくわ。多分大きいからナイフとかで切った方がいいと思うけど、もうこのままいくわ俺。いただきます。
うまっ、ボリューミー、柔らかい。あとこれバジルとこの揚げ物こんなに合うんやな。めっちゃ美味しい。これこれワインで正解。ジューシーなんやけど、バジルとかあとまあ玉ねぎとかも乗ってないけど、それのおかげでなんか後味はすっきりしてるんだよね。なんかあんま食べたことないような感じやけど、めちゃくちゃ美味しいから、これはぜひ頼んでください。よし、最後にこれも紹介しよう。クロッカンテルレ。イントネーション合ってんのこれ。まあ、ピザ味とプロシュート味の2つがないけど、今回ちょっとプロシュート味にしてみた。いただきます。あー、これ当てやわ、完全に酒の。あのね、うまい。コンビニとかで売ってるさ、クラッツ、わかる？クラッツに食感は近い。まあ、クラッツってあの塩コショウがちょっと強いから、ちょっと塩味が強いけど、おもう少しマイルドにしたような感じ。あ、初めて食べた。おいしい、これ。あ、マジでちみちみ食べては飲む系。ここすごいわ、全部美味しいわ。センブロでいいのっていうような料理のクオリティ、今こんな感じやけどね。これも濃厚で美味しい。でパン両方美味しい。これも比較的ジューシーやけどさっぱりしてて美味しい。ボリューミー、これもちみちみ無限に食える。完璧です。黒レバーのムースさ、マジあのパン割とあったけど、想像以上に量があるから、マジ結構ガッツリ捕まってなくならへんもん。でかい。これマジでうまい。なんかエガちゃんみたいになったけど、これマジでうまい。嫌な臭みが一切ない。ちょ、カツレツも食べよう。これもマジでうまい。もうなくなりそうやから、ちょっとあの最後モルタデッラで抱きします。いただきます。うまいな、これも。やっぱり力強くはないのよ。比較的あっさりしてるんやけど、結構でかいから、噛めば噛むほどあの味がすごいこう深みが出てくるというか、そんな感じ。まあ、センベロの醍醐味といったらね、結局1000円で収まらないことなんですよ。あ、ちょっとドリンク追加注文します。追加しちゃった。またしてもあのワイン、サンジョベーゼっていうなんかドライな味わいのワインらしい。いただきましょう。語彙力期待しないでね。全然違う。確かにあの辛口だわ。舌触りがさっきのやつはすごいこう柔らかかったから、こっちはどっちかって言ったらあの鋭い感じだから、やっぱ残るこうチクチクチクみたいな。辛口好きな人はすごいいいんじゃないかな。ほんでさ、ちょさっき動画撮ってないところで見てた食べ方があって、まあ、ちょっと今さ白レバーのムース余ってるんよ。これをこのクロッカンテンレに乗せて食ったらめっちゃうまかった。白レバーのムースお持ち帰りしてないかなっていうぐらいうまいんだけど、でせっかくやからやっぱりその C セットのここのまあ看板メニューといっても過言ではない、あの激うまナポリタンっていうのを追加注文しちゃったら、ちょっとそれ待とうと思います。来たで。もう杉パラネの中で酔っ払ってきてるんやけど、来ました。極うまのナポリタン、こちら。はい、絶対うまい。もうめちゃくちゃいい匂いしてる。でしかも見て、この提供されたチーズの量、これジローでいうマシマシのマシやからね。また食べようか。じゃあいただいていくぜ。とりあえず温玉を潰します。あーやばい。わー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 、絶対うまい。まあまあとりあえずこんなもんにして、チーズを贅沢にねいただきますよ。めっちゃいい匂いしてるんやけど、これ。よし、いただきます。うまっ。これ何これ。麺結構太めなんやけど、なんかすごいもちもちしてる。これ絶対ランチで食いに来た方がいいよ。なんかあの安いところのさ、ナポリタンとかってさ、麺が細かったりするわけよ。めっちゃコシある。であと味付けもちょうどいいねんけど、卵のおかげでめっちゃクリーミーなの。これこれあんまナポリタンってプライベートで食わんのよ。めちゃくちゃこれはプライベートでも食べたいと思うぐらいうまい。これは食うべき。うまい。いや
本当は今回ちょっと本当は頼もうと思ってたやつで頼めへんかったのが、あのこのパテドカンパーニュのごちそうプレートっていうのがあって、これすごいあのプレートの上にいろんなこのものが盛り合わせで来るんよ。でこれがすごい結構量があって、でこう結構すごいこう見た目もおーってなるようなやつなんやけど、今回たまたまちょっとなくて、それが僕はナポリタンにしたんやけど、いやまあ俺プレート食べたことないから分からんけど、プレートも多分美味しいと思うけど、このナポリタンもめちゃくちゃ美味しい。これあの締めには最高、ぜひ頼んでください。ちょっとねタバスコもあったんで、じゃあチーズかけてタバスコかけます。ここのナポリタンムッチムチ、口の中が幸せ、うまいわマジ。これワインで流し込んだったら正解だと思うけど、マジで美味しいから、ランチで食べれる人は食べてみてほしいな。まあ締めとしても優秀ですけど、普通に一品のご飯としてもめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ食べてみてください。もう残り少ないんで、最後ナポリタン食べきって終わろうと思います。ちょっとね麺があんまなくて負けないんで、ちょっとズルズルいっちゃうけど、マジで大満足。じゃあそろそろお会計したいと思います。お疲れ様でした。行ってきましたよ。ちょっと店内とちょっと声のギャップがねあると思うけども、まあ追加でナポリタン頼んだし、まああのセンベロ街のところでもドリンク頼んじゃったから1000円超えちゃったけど、1人当たり。まあほんでも安いわ、めちゃくちゃご飯美味しいから。やっぱね、当てが美味しいっていうのはやっぱ酒飲みにとって大事です。めちゃくちゃ美味しかった本当に。ここ普通にプライベートでも来たい。で今回本当に頼めへんかったんやけども、その C セットのプレートがマジで名物なんよ。でナポリタンもめっちゃ美味しいし、それも食べてほしいんやけど、プレートもめちゃくちゃ名物なんで、まあぜひセンベロ来て、まあ、ちょっと超えちゃうけど余裕があるんであれば、そのぜひプレートも食べてみてください。まあ普通にプライベートでも高円寺来たらまた来たいんで、っていうぐらいおすすめのお店でした。また来たいと思います。以上、ナノでした。